陳のゾムどは、中国の言語学者、修辞学者、教育者。早い時期からの中国共産党員であり、共産党宣言を中国語に翻訳した人として知られる。陳のゾムどは、石膏省義宇に生まれ、16歳まで私塾で、伝統的な教育を受けた後、近代的な小学校に入り直し、キリスト教系のの高大学に学んだ。1915年に、 日本に留学し、早稲田大学、東洋大学、中央大学で学んだ。中央大学の法学士の学位を得た。早稲田大学では、原市地からに、修字学を学んだ。1919年5月に帰国し、甲州の石膏第一師範学校で国文を教えた。この時代には、苦闘点の改良を主張し、新式評点の採用を訴えた。 翌1920年5月には、陳独集の求めに応じて、上海に移り、中国共産党の前身である、マルクス主義研究会と共産主義青年団の創立に関わった。また、新青年の編集にも加わり、12月からは、陳独集に代わって編集長になった。1922年には、文学研究会に参加した。1920年8月に、 共産党宣言を中国語に翻訳し、上海で出版した。この翻訳は日本語訳からの重訳だったが、多くの番を重ねた。1920年9月から陳のゾム道は、福丹大学の中文系で教え、また陳独修が1922年に開校した、上海大学でも教えた。上海クエデターで、上海大学が廃校になると、中華芸術大学に移ったが、 1930年に中華芸術大学も廃校になった。陳臨ノゾムドは多彩であり、1926年に美学概論、1930年に陰名学を出版している。1932年に修辞学発本を自ら創立した大江書法から出版した。この書物は中国最初の科学的な修辞学の書物として評価が高く、文法学における バシ文通に被される。その後、1933年から安記大学、1935年から厚生大学で教えた。1934年には、陳志天、小湯の、幼少日とし、傍順らと大衆語運動を起こした。日中戦争が始まると、上海に戻って共産党の地下活動を行う一方、ラテン化新文字を支持する運動を行った。 1939年からは重慶に疎開していた福丹大学で教えた。この時期には中国語文法理論の改革に関する多くの論文を発表しており、1943年に多数の作者による論文集中国文法革新論争を編集出版した。戦後は上海に戻った。中華人民共和国成立後、1952年には、 福丹大学の校長に就任し、没するまでその職にあった。1960年に、のぶる新四郎が没すると、次回編集長の任務を引き継いだ。1965年に、次回の未定公版を内部出版するが、文化大革命が勃発したため、実際に出版されたのは、陳のぞむ道の没後だった。文化大革命では、周恩来が積極的に、 真のゾム道を保護した結果、あまりひどい暴行を受けずに済んだという。裁判年に書かれた文法観論は、没後の1978年に出版された。ありがとうございます。